皆様こんにちは。先週もですね、知事選の、総括というのをして、おりまして、今日もその続きをですね、できればというふうに思います。小池都知事と石丸候補というのですね、1番2番ということですけど、それについて、お話ししました。3番目の、蓮舫さんですね、蓮舫さん1208万票ということですね。私は事前に、事前調査を聞くまでは2位に入るんだろうなというふうに、当然そうだろうと思ってたら3位でですね、意外と驚きました。128万っていうと、大台には乗っているもののですね、参議院の日本共産党の候補がですね、例えば50万だとか60万だとかいうふうに単独で取っていて、で、その共産党というのはものすごい力を入れてですね、応援をしていたのが蓮舫さんで、そこで50万ぐらいこうそのままほとんど共産党の参議院の方に入れてた方はですね、蓮舫さんに入れてたんだろうなというふうに思うと、共産党以外の票っていうのは70万とか80万票なのかと。で、立憲だとか社民だとかですね、そういう政党をもともと支持してた人たちと、あとは無党派がいるんでしょうけど、やはり予想してたよりも少なかったなというのが正直なところです。で、それはですね、運動のあり方等を見てると、やはり昔ながらのですね、いわゆる左翼の、自分たちはこう虐げられているとかですね、差別されているとかですね、で、今の社会のあり方というのは、自分たちを虐げるような仕組みがですね、たくさんあって、それを壊さなきゃいけないというような、文脈でですね、批判が多いと。必要な批判というのはもちろん政治の中ではあるわけですけど、ことさらこう、いわば自分の不遇というものはですね、社会の在り方が間違ってるんだと。自分がこうしたいと思ってもできないのはこの国の制度とか在り方が問題なんだという、他責というかですね、他の自分の内部じゃなくて他の部分をこう、攻めてですね、叩くというようなところがですね、特に蓮舫さんというのはですね、非常に分かりやすい形で、やる人物でですね、国会議員が700数十人いる中の一人でですね、有名な一人ではありますけど、そういう中でやってる分にはですね、たくさんいる中にこういう特性の人がいても、それはその人のキャラで、それで、部分的にですね、良くなることもあるのかもしれないなと思っていた人もですね、東京都知事という、400万近くのですね、人口がいるその自治体のですね、唯一のリーダーとして、選ぶということに、やはり強いですね、懸念だったり心配だったり拒否感というものは、どうしても出てきたのかなというふうに思っています。で、もっとですね、現実に即した形で、この日本東京が良くなるような提案をですね、具体的にできていればですね、また周りの見る目も少しは変わったんでしょうけど、そうしたことがですね、まず具体的な独自の提案というのが、ほとんどなかったと。同性も異性も含むパートナーシップ制度をですね、東京都で強化するだとかですね、
住民投票ですね、神宮外苑の在り方について、もうすでに、東京都がですね、まあ、いろんな制度を使って、こういう形で進められますよというふうに民間の主体の再開発計画に対して、決定を下ろして、進めているにもかかわらずそれを、まあ、中断させてですね、住民投票という非常に、まあ、私が言わせれば極めて無責任なものでですね、場合によっては中止をさせるというようなことはですね、まあ、これは具体的な提案でやっていたようですけど非常に有害な、まあ、提案だなというふうに思って、見ていました。で投票するのは、まあ、都民なわけですけど、都民はですねもう幅広くいるわけですね、まあ、東京23区でも、まあ、神宮外苑の近くに住んでいる人とですね、まあ、江戸川だとか大田区だとかかなり離れたところ、まあ、荒川区もそれ離れてますけどに住んでいる人の関心の度合いは、まあ、もちろん違うのは言うまでもないですし、ましてや、まあ、多摩地区になるともっと離れて奥多摩になるとですね、まあ、ほとんど意識としてはですね自分たちが関係ないと思うような人の割合というのはですね、まあ、確実に増えてきて、ましてや伊豆市と伊豆諸島とかですね小笠原になるともうどうしても我がこととして考えるようなですね、人は少なくなってくるわけですね、まあ、そういうような中でですね当事者意識を持ってこの神宮外苑の問題をですね真剣に考えられる都民というのがですね、まあ有権者1000万人ぐらいいる、1000万人超いるんでしょうけど、その中の一体どれぐらいなのかというのを考えるとですね、まあやっぱり割合としては非常に限られているでありましょうし、ましてあの再開発というですね、まあいろんな複合的な要素で、絡み合ったものですね、民間が主体のものであって、行政は、まあ、一部、まあ、特例措置をですね、こういう公的な意義があるからこの特例措置を適用するとかそういう部分だけのですね、まあ、関与が中心であって、まあ、民間のものに対してですねじゃあどこまで、責任を持って、時間をかけて住民がその問題をですね、まあ、詳細を調べてですねそして自分の、まあ、判断を下せるかっていうと、まあ、そういうものは極めて、まあ、無理があると皆さん自分の生活がですね、非常に忙しいですしその自分の生活に遠くなればなるほどもうますます関わりのない神宮外苑の再開発の計画の在り方についてですね、詳細な資料を1000万人以上がですねネットだろうが紙だろうが取り寄せてその上で自分の判断を下すっていうのはですねまあ現実的にはですねまあないわけですね、まあ、やっぱりこう簡単にですね、まあ、先導する活動家がこう言ってるから、まあ、じゃあなんとなくやめさせた方が良さそうだなとかですねそういうのに、煽られてしまうまたはあの権威が決めたことに対してですね、否定をするのを言うということにですね、快感を感じる人というのは社会の中でやっぱりたくさんいるわけですね、自分が社会の中で、大事にされてないとかあるいは活躍できてないっていう、まあ、ルサンチマンがあるとですね、こういう住民投票の機会が例えばあったとするともうその権威に対してですねそれはこの機会だから止めてやれというのをですね、悪乗りして止めようとするというような人たちも一定割合いたりしてですね、到底、何か公平で公正で、十分
情報をですね集めた上でいい判断がなされるというようなことはですね、残念ながら予想できないということでですね、この住民投票というのはですね、もう極めて無責任な投票に基づいた結果しか出ないだろうというふうに私は思います。